は、えー、はいい、えー、こんにちは、えー、笹でございますあの、えー、コンピュータのーの関係です、えー、イーズ・アイ・スウスプーですけども、えー、っと、ガベージコレクション、シンボルのガベージコレクションやろうってって、えー、計画、目標を立っていろいろ構想を練ったんですけどもね、えーまあ、そんなお話です。結局ののところあの あのどうもちょっと飛んだしそうなんですけれども、えー、まずやったことはですねえっ、ー、と疑問点の,あの解明だったんですよメイク s i ムっていう,う基本的な関数があってここはあのシンボルの生成をしているんですでこのシンボルという生成に関してはですね、えー、m モアロックアロケーションを使ってえっ、ー、と 動、えー、的にメモリ領域を確保してでそこにそのシンボル名を書き込むというふうなことをやっているんですが、えー、この時にです、ねえー、とエラーチェックをしているんです。えー、もしもあの、うん、アロケーションがあのメモリ不足でうまくいかない時には、えー、エラー MROC o v ー r f l o を呼び出すということになっているんです。ということは、えー、もしもあのシンボル領域を不利、えー、に使い果たしてしまって たらばえー、ここでエラー起きるはずなんですですそれはあのエラーでキャッチされているので、えー、セグメンテーションポールとは起きないはずなのになぜセグメンテーションポールが起きるのかなという、えー、とこの解明をしたんですけれども原因はですねここですね m r 6 c k o v フローで飛んできた時に、えー、所定のあの情報を整理してそれでシグナルコンディション、えー を,を生成すするんですこれあのストレージエクスハウステッド全部あの使い切ってしまってこれアウトだよっていうふうなあのものを作って、えー、とクラスを作ってそれで、えー、とシグナルコンディションを呼び出してエラー処理をするということなんですけどもこのシグナルコンディションのところとかそもそもこの 手前でメイクストリングとかメイクスイムを使ってやってしまってるんですよ。ということはあのメイクスイムを使ってシンボルを作るためのアロケーションが領域が確保できないよっていうふうに言ってきてるのにさらにここに飛んできてメイクスイムとかやってるんであのそこはまたエラーを呼び出しますから無限にあのエラーを呼び出してそれで、えー、とセグメンテーションフォールトになるのだとここまでは分かったんですね。 でそれだったらばということで、ここの,、えー、このアロケーションのエラーに関しては、ですねあのフェイタルエラーということで、次なるコンディションは生成しないで、もう強制的にあの処理器を落としちゃおうかなと思って、そんな風な改良もしてみたんですけども、そうすると今度はあの従来動いたはずのです、ねえー、とリストのベリフィケーションテストだとか、あまだ普通に動いたやつが動かなくなってしまうんで、あれ ということで、まあ、結局元に戻しまして、えー、さてじゃあどうしようかなということで、でそもそもそのアロケーションでメモリが不足をするのだけど、これは一体何が起きてるんだろうということなんですが、えー、とね、例えば、ストリング、文字列領域で、文字列は2を生成しますんですけども、 せいぜいぜこの程度なんですよね。そんなに長々としたのを作ってるわけではないので、で、これで、あの、画面次期コレクションをかけると、無実に関しては、あの、アルケートしたメモリーが回収されてセ、セルが回収されるんですけども、その程度じゃダメみたいなんですよ。ってことで、まあ、例えば、フォームイバールリスプなんていうのも、 これもかなりいっぱいあのシンボルを消費してますけどもでこれをじゃあ終わった後で不要なシンボルを回収できるかっていうとほとんどないんですよみんなあの、えー、必要なあのバインドされてるシンボルだしそれからディファンで、えー、っと束縛された関数名に関してはこれは回収するわけにいかないものですからそうするとこれシンボルガベージュコレクションやったところで フリーになる領域っていうのはたかだか知れてるんですね。ということでうーんでそ,そもそもあの意外と小さいんだなその動的に、えー、とアロケーションで確保できる領域っていうのは今のコンピューターっていうのはもうギガバイト単位でメモリ持ってるんで数メガバイトぐらいは余裕であのシンボル領域確保できるのかなって思い込んでたんですけどもどうもそういうわけでもなさそうなんですよね。 えー、だって10文字シ,シンボルが、まあ、平均的に10文字だとして、えー、1000や2000、えー、シンボルを精査したところであの全然大したメモリー量じゃないんですけどもなんでこれでアロケーションエラーが起きるんだろうななんて考えたところですねその OS によってその、えー、とメモリーアロケーションのできる えー、メモリーっていうのはある程度決まってるみたいなんですけどもねなんかググってみるとそのどのぐらいのメモリーが確保できるっていうのは知る方法がないとされてるんですよね。うーんこのしねアルケーションできる領域をもっといっぱい持たせられれば余裕であのシンボル生成して、えー、それからあのシンボルガベージュコレクション したところでたかだか知れてるんで、やっぱり余裕を持たせてシンボル領域をたっぷり確保できればいいんだけど、うん、よくわからないなあということなんですよ。で、まあ、しょうがないので、で、シンボルガブリジコレクションやってもあんまりご利益なさそうなんで、でとりあえずこれを切り抜けるのに、バッチファイルにしました。あの、えっ、ー、と、えー、とあのバッチファイルにして、こんな風にして、えー、だとあー生成すれば。 あのバッチファイルをこうすればいいのかなえーベリファイのこんなふうにしといてそしてこうやればあの全部のベリフィケーションテストを全部実行してくれるのでえー、あこれあのえっ、ー、と イン,タインターバルタイムとかラン,ランタイムリアルタイムとかっていうのは途中でたらい回し関数をやってるんですよそれでその時間差が正しいかどうかって見てるんですけどもその時刻にちょっと時間食ってますけどまあこんな感じで、ね、さらさらっと終わりますあとあのリリースの時にいつもコンパイラーがちゃんと動くかどうかってことで、えー、検証してるんですけどこれも こんな風にしてあ、バッチファイルにしまして、とこうやればあ、リリース前に念のため、こんな感じで、あのバッチ、えーあ、ベンチマークテストのところの、えー、とコンパイル用のコードをですね、えーと、バッチ処理で全部生成して、そしてあのバッチ処理で全部、えー、動かして、でこれで滞りなく動けば、 まあ一応最低限とこれは OK だなと。あの今までねリリースのした後になってああしまったあのバグったの入れちゃったままだったみたいのがあったりしたもんですんで、まあ、こんなんでうんと <laughs> やっとおす巻きながらバッシュの,あのバッチョリのやり方を覚えたもんですんでこんな風にしてやるしかないかなあのなんかいい方法あるんですかね えー、アロケーションできる領域を OS に何か指示することによって広げられれば、えー、っと、アロケーションのエラーが回避できて、余裕たっぷりでできそうなんだけど、なんかうまい方法はあるんですかね、えー。あったらどうぞ教えてください。よろしくお願いします。